こんにちは、岡部拓也です。僕はハルサー女子専門で理想の彼氏はどんな人かを鑑定しています。今日は、キスマイを攻めてみます。玉森裕太さんの理想の恋人を鑑定してみます。ですね、すごいですね。過去最高と言えるほどの理想が高いです。性格からいくとですね、何を考えているのか全くわからない不思議ちゃんで大丈夫です。とにかく綺麗で清潔感があって、まあ、色で言うとですね、パステルカラーがとても似合う感じですかね。そしてまあむちゃくちゃ輝いている瞳、ピアスもネックレスもキラキラで、赤い唇とかも、まあ、とっても薄い唇で、まあ、小さい口ですがね。顔は丸顔で、笑顔はもうとにかく可愛くてたまらない。まあ、誰もがなんかときめくような。それで頭の良さなんですが、これが半端なくて、世界中の言葉は普通にいける。まあ、5カ国語以上も問題なく話せて、世界中を股にかけて、そんな仕事ができる女性でしょうね。まあ、ハーバード大学くらいは普通に出てるそんな人でしょう。肌も白く、まあ、黒髪で流行にも敏感な、まあ、姫様みたいな人がいいんでしょうね。僕が女性ならって後から取ってつけたようなレベルじゃかなわないので、もともと英才教育ガンガン受けれて容姿端麗な、まあ、姫に育っているっていうなら出会って恋に発展させるのに、そうですね、パステルカラーの服とか清潔ないでたちで海外ロケとかを玉森さんやってるところで偶然2回ぐらいあってって感じでしょうかね。もう神の領域っぽい勢いなので想像つかないですね。さて、今日の理想の相手鑑定はいかがだったでしょうか。こんな感じであなた自身が理想の相手かどうかをセルフ鑑定できる方法をこの下のリンクでお伝えしています。あなたの意中の人はどんな人が好きか、あなたを好きになる人はどんな人か、分かりやすく説明しています。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまた次回をお楽しみに。